折り方礼法は、広く普及した折り紙の源流。和紙を手図から折り目正しく折り、物を心を込めて包み渡す600年以上の歴史を、持つ日本の由緒正しき霊法の一つである。山根折り方礼法教室の折り方古文書によれば、原型は鎌倉時代に誕生。室町時代の三大将軍、足利義満が、仏家独自の礼法として、これを明確に制定した。 指南役である孔家の伊勢家は主にうちの霊法、小笠原家は主に外の霊法を任せ大名、旗本などに限って家電と共に雛形を使い秘伝伝承した。その武家の霊法の一つが折り紙霊法、または折り方である。ただし、現在一般的に広く知られる日本の折り紙は、江戸時代には折り紙霊法が遊戯用に発展し、本来の霊法、作法、意味、 目的を失ってしまった。江戸時代中期の古実家であり、伊勢や伊勢定城はこれを憂い、定城雑記や包み欠図説にて将軍家に伝わる本来の階級別、用途別に和紙と折り方を使い分け、その意味や目的を明記し、正しい折り方礼法構成に唯一正しい文献として、秘伝の内容を構成に、これを一般の民にも広め残した。 折り紙には、流派はなく、原点を調べていくとすべてこの武家の霊法一つになる。前述の包み結図説にも伊勢流、小笠原流といったものはなく、あえて言うならば、将軍流一つであるとされている。折り紙、折り紙霊法、折り方とを分けて、呼ぶようになったのは、昭和初期頃。霊法学者、美学者であった山根明宏は、本来、 折り紙礼法と呼ばれていた礼法である折り紙が遊びの折り紙と混同され本来の姿を止めなくなってきたため、また遊戯折り紙と折り紙礼法を明確に分けるために折る方法と読まれ誤解を招きやすい故障折り方を折り方と呼び直した。吉祥に乗っ取らないデザイン、和紙の香りの組み合わせや水引きの本数で創作された折り方は折り方とは言わず遊戯折り紙。 または、折り紙デザインになってしまった。デザインを研究するものではない。折り方とは、本来の意味、吉祥の原則、折り手順、渡し方から受け取り方、置き方までが明確に決まっている礼法である。例えて言うならば、現代の修儀袋には10本の水引きがのりで貼られているが、水引き一つとっても、本数は要数である必要があり、1、3、5、7、 9本以外の水引きはあってはならず10は、例すなわち影の最低の位の数であるため、あってはならない。市販の修議袋には間違っているものが多く、散見される。定常雑記や包み欠図説を見れば、本来の霊法、込められた本位からいかに外れているかが明確である。平安時代より新物を紙で包むようになり、室町幕府には、格武家で独自の織り方が生まれる。 紙は、男子、宝書紙、杉原などを格式によって使い分けられる。江戸時代に入って和紙が安価に大量に出回り、庶民に広まるようになると、数が爆発的に増えたとされる。石板に添える、ごま塩包み、きなこ包み、など、本来あった折り方の粉包みから、今の遊戯用の折り紙遊びが派生、考案され、それぞれの、格、家で発展、普及した。 江戸時代には寺小屋で、大正時代初めまでは、一般教養の必須項目として、学校で習われていた。戦後、廃線と共に折り方は、教科書から消え、遊戯折り紙の実が残ったが霊法学者であった、山根明弘は、戦後、第一人者として流派に関係なく、文献に残る正しい折り方を復活、復元させ、体系化。正しい折り方霊法の普及活動を始める。 ありがとうございます。